じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、巨人の原監督というと、あのいろんな意見を、ね、NPP 側に提案したりとか、あ、そうだね、はい、あの DH のことでもあ、はい、であったりだとかね、はい、まあ、いろんなことで球界を良くしようと、まあ、いろんな提案あるよね。そうなんです。で、はい、今回も原監督が今提言してるんですけれども、12球団、来日できていない12球団の外国人選手を対象に、はい、合同自主隔離プランを提言したということなんですけど、東京ドームホテルに全12球団の外国人をの選手を隔離、隔離っていうのは、これはどういうことですか？これはね、すごいことを提案したなと、はい、提言したなと思うのは、はい、まあ、確かに各チームがバラバラで入ってきて、どこのホテルかわからないホテルに隔離されるよりも、はい、言葉の通じる人たちが、はい、あの一つのホテルに、うん、まあ隔離だからね、まあ、そんなおしゃべりとかできないかもわからないけども、はい、でも2週間隔離だけど練習はさせなきゃいけない、はい、体を動かすスペースが必要だっていうことを考えると、東京ドームと東京ドームホテルっていうのは動線があるからさ、はい、あ、そうなんですね。地下道が、あ、選手やコーチたちが使ってるってことですか、ね、そう、はい、あのビジターのチームがその東京ドームホテルに泊まって、はい、その地下道を通って東京ドームに入れるからさ、うん、だから他の人と接触することもないし、はい、あの東京ドームで練習ができる、うん、まあ、例えば外国人だと体大きいじゃない、はい、で汗をかいてかいて絞り出して練習してまた汗をかいてっていう、そういうスパンでキレを出していくわけだよね、はい、体のキレとかさ。おそらくその東京ドームにも大浴場があって、はい、でサウナもあるし、うん、だからもう本当にいい提案じゃないかなっていうふうに俺は思うんだよね。そうですよね。で、まあ、その東京ドームホテルがその隔離 OK になってるのかとか、うん、まあ、ここからまあ調整とかになっていくとは思うんですけれども、それは原監督がその言ってるんだからしてくれるんじゃない？そういうのも込み込みでも提言してるってことかもしれない。いや、でも一つの案としたら俺は素晴らしいと思うんだよ。これ隔離中っていうのは練習は OK なの？これはね、テニスの大会とかね、はい、見てみると最初もう隔離だ、うん、部屋から出れないって言うんだけど、はい、でも大会に参加しようとしてるのに、うん、体を動かせないって、それですぐ本ちゃんだって言うと、こんなんありえないでしょみたいな、うんうん、いや、そしたらなんかスペースでね、この範囲の中だったら練習していいという、はい、体を動かしていいということで大会が開かれたんだよね、うん、そういうものを題材にすると、東京ドームと東京ドームホテルで隔離、うん、はい、この動線を使って練習に参加する、うん、それとみんなでできるっていうのがさ、あ、まあ、そうですね。だって隔離されたキャッチボール相手もいないんだよ、はい、でピッチャーなんて2週間肩休ませたら、日本に入ってくるまでに肩作ってきたものがもうゼロになってしまうっていうことでしょ、はい、もうそうなってくると日本には来たけどチームへの参加がまた遅れるっていうことじゃない、はい、そんなこと考えると陰性者でみんなで練習するっていうのは、はい、俺はすごくいいことだと思うけどね。そうですよね、うん、で東京ドームも、まあ、もちろんナイターとか試合あると思うんですけど、うん、そういう場合は例えば午前中やらないんだよ、はい、その代わりフロア使うなとかね。ああ、それはそうですよね。それはホテルの部屋にもやってるなとか、うん、例えばじゃあ東京ドームのデーゲームの時であれば、これ夜やらないんじゃない、終わってから。あ、そういう風に時間調整してってことで、いや、もう隔離されてるんだからさ、はい、練習できるっていうだけでもありがたいと思って、はい、その時間の調整はいいじゃない、はい、うん、ね、もう2時間だったんで2時間っていう、はい、ね、12球団揃うかどうかは分からないにしても、はい、でもそういう風に12球団平等に物事を考えられるっていうことがやっぱり素晴らしいじゃない。そうですよね。で、うん、やっぱりいつもこういう何かある時って原監督がいろんなことをこう提案していったり提言して率先していかれますよ ね、 そうだね。もうコミッショナーになったらいいと思う。そうですね。いや、本当にもうこの後の、ね、職としてはっていうことですよね。だからいろいろね、やっぱこう発信をする、はい、その提言をする、いろんなアイデアを出していく、これね、すごく大切なことなんだよね、はい、まあ、例えばその DH を出した、うん、でも5球団、はい、セリーグのね、うん、なんか反応が全くなしと。そうなんですね。でも言ってみることが大切なんだよ、すごく、はい、やっぱそこについてのものを考えるでしょ、はい、でもこれコロナで
ね、まだ収束をしてない、はい、今シーズン終わっても、うん、で来季もある、はい、そしたら11月までにビザの申請をするようになる、はいね、入ってきた時には2週間の隔離がありますよと、うん、あ OK だと、うん、で東京ドーム、東京ドームホテル、はい、これが使えると、うん、いうふうになってくるとさ、すごく円滑だし、はい、みんななんか平等感があるじゃない選手、そうですね、チームに対しても、うん、だってどこのホテルかわからない地域行って、うん、だって日本に初めて来日しました、うん、2週間の隔離があります、うん、これどこなんだみたいな、はい、いうよりもみんなその外国人という縛りの仲間がいるじゃない、はい、そういうところで、うん、まあストレスも練習をしてるとストレスもないだろうし、はい、これが一人でさ、うん、やっててね、チームにも合流できない、うん、初来日した、うん、これ結構そこだけでもストレスになると思うよ。そうですよね。プラスそこのケアもまたね、さらにかかってきちゃいますしね。大変だろう、はい、いやそしたらさ、まあ一緒に食事はしないにしてもさ、うん、練習の時に少しの会話でもできたりだとかさ、うん、すればやっぱストレスっていうのは少しでも軽減されると思うんだよね。そうですよね。あとは各チーム12球団になるのかは、これはセリーグだけなのかちょっとわからないんですけども、あとはそのチームによっても、あとその国によっても入ってくるタイミングっていうのもまた変わってきたりとか、ちょっとずつ変わってくるよね。変わってくるかもしれないですよね、うんうん、なんか刑務所に入れられてるみたいだよな。いやでも隔離ってそうなっちゃってますもんね、うん、今あの海外から来る人たちはみんなで東京ドームが労働させられてるみたいなさもうそんな感覚になっちゃうよ。いやでもそうですよね、やっぱねみんな仲間がいるとさ、はい、やっぱそれだけでも楽しいし、うん、まあ日本の野球についても、はい、語ったりだとか情報を持ってた情報交換もできるだろうし、あとホームシックにもね ならずに済むかもしれないし、辛いと思うよ。まあそういう時は、うん、まあ YouTube とかね、うん、英語表記のテレビ、そう英語表記入れときますか。おっしゃる見てくれるかもわかんない。ねえ、はい、外、あの外はあれにしてもハイローメローとかね、はい、みたいな、そう語りかけるとそうだ、登録者数もね数人アップするかもしれないそうだよ、まあ数人でいいんだよね、うん、だからプラスもしかして家族で来日っていう方たちは家族ともね、もちろんあの離れる中でこうやってホテルで隔離されるかもしれないんで、そういう意味で家族ってさ、はい、家族も隔離されるわけでしょ。もちろんです、はい。そういう時も一緒に隔離されるんじゃないの。あ、じゃあいや、その PCR 検査を受けるわけでしょ、はい、いやそれで陰性だとしたらさ、全員が家族、はい、それは同じホテルでもいいんじゃない。あ、そうなんですかね。そうか、多分そうですよね。だっては離れることはもうないでしょ。そうですよね、うん、あ、そっか。まあでもこの世の中一人でやっぱ移動するよね。家族に何かあっちゃう、もしかするとっていう。でこれでね、家族がかかって選手一人にかかってしまって、でそこからまたクラスターとかなってしまっても、うん、あのサッカーでねまたちょっとガンバ大阪が、はい、出たりもしてるので。大変だよな。そうなんですよね、うん、一人出るとさ、なんかこうネズミ公式にこう、そうなんです、広がっていくというね、はい、スタッフの方だったり、もう2試合中止になってるしね、はい、だからまあそういう風に、まあ、日本のプロ野球はね、はい、ならないように本当に気をつけないとね。そうですね。ただこういった原監督の提言っていうのはね、これ NPB 側が ね、この後どうするかまだ出てないですけれども、なんかちょっと遅いけどな、あのこういう風にするのがですね、あ、うん、考えるのが、はい、まああったんだと思うんだけど、はい、素晴らしい、俺は考え方だと思うし、うん、配慮だというふうに思うよね。そうです、外国人が入ってくる、うん、でスムーズに外国人選手もそのチームに合流できるように、うん、そうだ ね、なってくるといいなっていうふうに。だって一つに集まってくれてるとさ、うん、やっぱあの球団の人が面会に行ったとしても、はい、やっぱいいじゃない。そうですね、そこに入れるっていうのはね、うんうんうん、で安心感もあるしさ、はい、それと練習の場所も東京ドームでやってくれてるっていうふうに思うとさ、はい、まあ面会できないか、隔離されてるんだから。そうですね、うんうん、まあだけどそうやって練習して体を動かしてるという、うんうん、でも何台かのカメラは入れるでしょ、うん、おそらく、うん、そしたらその映像とかもさ、はい、撮れるし、うんうん、ファンも安心するだろうしね。そうですね、うん、だから、うん、おそらくジャイアンツの方が、はい、その練習の手伝うスタッフも、うん、まあ、バッティングをするときにピッチャーとかも出してくれるんじゃないの、はい、ですかね。そのあたりどうするのか。そうだと思うけどな、うん、そこまで原監督は俺おそらく考えてると思うよ。
そうなんですかね、うん、でこっから、まあ、ピッチャーだったらその受けるキャッチャーとかもね、はい、もちろんあの出してあげたりだとか、はい、そこまで俺は考えてると思う、うん、まあ、これ、ね、どういう形で実現するかわからないですけれども、まあ、でも選手たちがねそのストレスなく、まあそうだね、こうこの日本のチームに加わってくれるといいなというふうに、そうだね、はい、思っています、はい。